シリアエフライム戦争はアッシリア帝国が派遣国家であった紀元前8世紀に起きた戦争。アラムダマスカスと北イスラエル王国の連合がユダ王国及びアッシリアと戦った。その結果、この地域におけるアッシリアの派遣が確立しアラムダマスカスが消滅した。紀元前745年のティグラトピレセル3世の即位とともに アッシリアの拡大政策が再開された。すでに、シャルマネセル3世の時代にもパレスチナシリア地域への遠征は何度か行われており、現地の国家に奉納させていた。ティグラトピレセル3世はそこからさらに、アッシリアの派遣を強めようとした。王は、紀元前743年から3年かけて、アルパド市を陥落させた後、紀元前740年から、 紀元前738年にかけては、シリアとパレスチナに対する遠征を行った。浜都市を占領し、いくつかの小国に行納させた。北イスラエルのメナヘム王もアッシリアに従い、銀銭タラントモの多額の行納を行っている。紀元前734年、ダマスカス、サマリア、ガザ、アシュケロンの各国は、アッシリアへの行納を拒否した。 アラムダマスカスの王であるレツインとイスラエルの王であるペカが率いる連合も結成された。イザヤによれば、この連合の結成は、レツインの主導によるものだった。ティルス王・ヒラム2世も、レツインと同盟して、アッシリアに敵対した。連合はさらに、ユダ王国のアハズ王も反アッシリア連合に加わるように求めたが、アハズ王はこれを拒んだ。そこで連合は、ユダ王国を攻撃し、 エルサレムを包囲した。この侵攻の目的は、アハズ王を連合に参加させるか、彼を王位から追い出すことだった。このため彼に代わる王の候補者として、聖書には、タビエルのこと記されている人物も用意されていた。アントン・スクールズによれば、この人物はおそらくアラム人だったが、フェニキア人であった可能性もある。聖書によれば、アハズ王は、ティグラト・ピレセル3世に、 軍事行動を要請して行動した。スチュアート・アーバインは、これは、新名機の執筆者たちによる創作であり、アハズは、実際には中立を維持したかったとした。しかしながら、トーマス・ワーグナーは、アッシリアと従属国との関係において、軍事介入と行動を組み合わせた、創始国に対する要請は珍しいことではなかったと、指摘している。いずれにせよ、ティグラとピレセル三世は、 敵対勢力に対して行動を起こした。紀元前734年に反抗的なペリシテ人を打ち負かした後、イスラエルを攻撃し、ペカを玉座から放逐して新たにホセアを王とした。イスラエルは国土を大きく奪われ、ヨルダン川の東岸地域、ガリラやイズレールなどの地域がアッシリア領となり、アッシリアのギレアド州、メギド州とドル州となった。さらに、 毎年、金十タラントと0百タラントの効能が王に課せられた。続いて、紀元前733年と紀元前732年に、ティグラトピレセル3世はダマスカス遠征を行い、これを征服した。王、列ンは殺され、死の住民はキルに移住させられた。弱体化したイスラエル王国はさら1 0年続いたが、最終的には、アッシリア王。 シャルマネセル5世とサルゴン2世によって滅ぼされた。ユダ王国は、アッシリアの政治的及び宗教的支配に屈した。なお、預言者イザヤは、この戦争中に活動しており、インマヌエルについての預言はこの時代に遡る。アハゾによって統治されていた、ユダ王国は、アラムイスラエル連合への参加を拒否した。紀元前735年、アラムダマスカスは、列印の下 イスラエル王ペカと共に侵略によってアハズを解任しようとした。ユダは敗北し、歴代史によれば、たった1日で12万人の兵を失った。王の息子を含む多くの重要な役人が殺された。他の多くは奴隷として連れ去られた。同じ戦争について、列王記は、列人とペカがエルサレムを包囲したが、それを占領できなかったと記述している。この攻撃中、 ペリシテ人とエドム人は、この木に乗じて、ユダ王国の町や村を襲撃していた。アハズは、アッスリアの王、テグラテピレセルに救援を求めた。アッシリア人はユダを救援し、イスラエル、アラムダマスカス、ペリシテ人を征服したが、戦後の同盟は、ユダの王に、さらなる問題をもたらした。アハズは、エルサレムの神殿と王室の宝物でテグラテピレセル、 に調校する必要があった。彼はまた彼の新しい同盟国に好意を示すために王国内にアッシリアの神々の偶像を建てた。ありがとうございます。